ちょっとこれね、これだけでも価値があるんじゃないかな。え、これは何これ、トーマス GO ちょっと、あ、これ N ゲージやんね。ほら、あの天神じゃないわ。おー、ちょ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 、ええ、あ、動いてるよ、すげえ。おお、これさ、博多駅のあの上の方でね、順番待ちになるぐらいのもんでしょ。え、すごい。なんともう一つ、この歴史館のお得なところを見つけました。 N ゲージを操作できます。しかも見てください、ちょっといい、このコントローラーっていうか、これ見てください、これレトロ感満々で。今ね、イフインの森号を操作して、うわ、ちょっとこれね、これだけでも価値があるんじゃないかな、もしかしたら、うん、なんか鉄道好きだからちょっといいね、これ。いや、これすごいっすよ。あ、止まった、止まったけど、これね、いや、うん、これ博多駅でね、殺到してさ、なんかもう順番待ちとかでやってんだけど、ここ来てくださいよ。これだけでも相当価値ありますよ。さあ、往年の名車、ハーレーダビッドソン。ハーレーダビッドソン。アメリカンな雰囲気で。ちょっと待って。今ね、颯爽と乗ろうとしたけど、私、足が届きません。ここまで置いて、これ。え、これ、映さんでいいっちゅうね、わざわざ。あ、なんとか操作できるけど、あの子供が無理やり乗ってる感じになってるの、あんまかっこよくないね、僕が乗ったら。ああ、余裕やね。なんだろ、ちょっと身長が足りないとダメなんだね、これ。そしたら。なんだよ。あ、それだよ。それをかぶっての、ここに座らないとダメなんじゃないの？ハーレー・ダビッドソン。なんか、ウルトラ警備隊みたいになってるで、それ。ちょっと、でも考えたら、あ、これ、ダメだって、これさ、別にノーヘルだよ、やっぱり。絵にならんわ。後ろの人がかぶるんじゃない？それ。またがるのは足の長さに自信がある方だけにしといた方が良さそうです。あとはこの車、これなんていう車、これ多分ジャガー、そのエンブレムみたいな感じ、うん、ジャガー、これ全然違うね、なんかね、全然足元揺れない、うん、なんかチキチキマシンモーレースみたいね知ってる？知らない、知らんか、ちょっと降りて、うん、降りて、うん、これどうなってる、これこれね、足全然伸ばせない、ああ空間がない、これ絶対運転できんよね。偽白バイに使用したヤマハ350、3億円のね、ああ去年か2年前か近所で5億円取られたよね、ああ、うん、まあいいけどね、そういう事件あったね、うん、じゃあさ、あの5億円事件はじゃあこうやってあのセレナが展示されることになるかな、そんなセレナで5億円パクってたんだけど、ステップオーバー、ステップワゴンやったっけ、ステップワゴン、うん、あ、ステップワゴンやったかな、セレナに申し訳ないね、ステップワゴンでした。タクシー初乗り60円、いい時代です。ボンネットバスに乗り込むべし、はあ、これね、感じがする、音が入る、おお前あそこ座ってたもんね、懐かしい、古い 木の匂い、これなんかいいね、かわいい、何人ぐらい乗れるんだこれ、ぎゅうぎゅう詰めでね座ってたと思う、今だったら密だなんだって言われて多分全然乗れないと思うんだけど、お願い、こういうのもね、意外とこういう文章がね、時代をね、法令により次の行為は禁止されております。走行中、みだりに運転者に話しかけること。物品をみだりに車外へ投げることって、そんなことしてたの？だってこれ、書くってことはさ、こういうやついたってことでしょ？そんなことないよね。走行中に扉を開け閉めすること、できたんだ、そういうことが。うん、これすごい、この5番がすごいですね。
走行中の自動車に飛び乗り、またはこれらから飛び降りること禁止しますって、そんなの当たり前なんだけど、まあやってたんだろうね。へえ、まあなんかそういうのがさ、いいとか悪いとかじゃなくて時代を映すよね。良きも悪きも美しきその歴史がここにも隠されております。